ほう。何？いや、あんまりすごくて変な声が出たぜ。だから、何が？ああ。実は世界に3隻しかないと言われている。米遠征洋上基地ミゲルキースが、日本にやってくるらしいんだ。ミゲルキース？そうだ。ステルス戦闘機 F-35B を艦載できる、稼働型移動基地なんだぜ。すごいわね。じゃあ、C 国なんて涙目なんじゃないの？そのようだな。今回はこのミゲルキースと、C 国の今後の対応についてほじくっていくんだぜ。いいわね。それでは皆さん最後まで、ゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、アメリカが日本へ、遠征洋上基地を差し向けたんだ。まず、佐世保へ初入港した後、現在は岩国基地へと寄港中だぜ。すごいわね。ああ。問題は、この遠征洋上基地が、F-35B 艦載可能なのか？ということで、まずは桁外れの輸送と、補給を補える洋上基地、ミゲルキースについて説明していくぜ。行ってみよう。アメリカ海軍の、遠征洋上基地とされるルイス、B プラー級遠征海上基地、ミゲルキース ESB5 だが、アメリカ西海岸からハワイに、立ち寄った後9月20日に出港し、10月5日に、沖縄県うるま市のアメリカ海軍の港湾施設である、ホワイトビーチ地区沖に、停泊しているのが確認されているんだ。近くにいたら写真撮ってるのに、そんなことしたら不審者になっちゃうぞ。このミゲルキースは、主にアメリカ海兵隊の、軍事作戦での後方支援を行う艦艇なんだぜ。後方支援用なのね。ああ。アメリカ海軍第7艦隊に派遣されて、現在、C 国軍による、台湾侵攻などの有事への備えとして展開中なんだ。C 国を牽制する狙いもあるんじゃない？そうだな。このミゲルキースは、基準排水量8万、1000トン、全長240メートル。全幅50メートルのタンカーのような、形状の艦艇が特徴で、ディーゼル、レクトリック方式の機関によって、15ノットの速力で9500海里の航続距離を発揮するんだぜ。随分長距離行けちゃうのね。ああ。アメリカ海軍の、海上輸送司令部所属の補助艦艇として、昨年2021年5月に就役したばかりの新造艦なわけだ。新品って私好きよ。同艦には、指揮通信施設が備えられていて、移動前進基地としての役割を果たしたり、広い甲板上で4機のヘリコプターが、同時に発着したりもできるんだ。じゃあ、ヘリコプター空母みたいな運用もできるわね。それに、艦首には輸送ヘリコプター CH-53 が、2機格納できる格納庫や、海兵隊員の居住施設などもあるんだ。すごい収納力ね。また、甲板の下は開放型のスペースになっているから、車両やコンテナなんかも搭載可能なんだぜ。現在は、このミゲルキースは、ルイス・B・プラー級遠征海上基地の3番艦で、同型艦は現在2隻が就役、2隻が建造中でもあるわけだ。続々、新艦が出てくるのね。これも、世界情勢悪化の煽りかもしれないな。アメリカ海軍ではミゲルキースの他に、ヘリコプター発着甲板を持たず、LCAC を搭載できるタイプの、モントフォードポイント級、遠征移送ドック ESD も2隻保有しているんだ。ESD って何なのよ？まあ、LCAC を搭載していて、MHAH、エイブラムス戦車などの重装備戦車や、トラックなどの車両を揚陸することができる艦隊。といった感じだな。よくわからんけど、上陸地点周辺に港湾があれば、輸送艦によって揚陸が可能であるが、当初などでは大型輸送船が接岸できる、港湾整備が整っていない場合が多いから、遠征海上基地や、遠征移送ドックを介してヘリコプターや、LCAC によって、補給物資の揚陸を行うことになるんだがな。つまり、アメリカ軍にとっては、物資の補給とか、遠征の準備が重要だということね。まあ、そんな感じだな。そもそも、アメリカ軍はアメリカ本土から、離れた地域に派遣されることが多いわけで、展開後の兵器や、物資の補給が以前から大きな課題となっていたんだ。他の国に助けてもらおうにも、敵地での作戦が多いものね。ああ。例えば、中東に軍隊を派遣した場合、アメリカ本土から輸送船で、兵器や物資を運ぶとなると3週間はかかってしまうわけで、その間現地部隊が困窮することになるよな。お腹減っちゃうわよ。そこでアメリカ軍は、アメリカ輸送軍の軍事海上司令部の判断によって、武力紛争が発生しそうな地域に、MPSRON と呼ばれる、海上事前集積船隊を編成の上派遣し、戦車などの重装備や弾薬、燃料、食料などの補給物資を、海上備蓄することで即応する体制を取ってきたわけだ。さすがアメリカね。でも、この海上事前集積船って何なのよ？海上事前集積船とは、改造を施した4万トン級のコンテナ貨物船や、中速コンテナ労働船のことで、アメリカ軍ではそれぞれ5隻ずつの計重隻で、
海上事前集積船隊を編成しているんだぜ。なんて無駄のない運用なの。C 国にも見習わせなきゃね。すぐパクるから教えちゃダメなんだぜ。現在は、第2海上事前集積船隊を、インド洋のディエゴ・ガルシア島に、第3海上事前集積船隊を、西太平洋のグアム島と、サイパン島に派遣中だな。でも、この海上事前集積船って、何かあったらどこに戻るのよ？実は、これらの船隊は特定の母港を持っていなくて、派遣地域のアメリカ軍の影響下にある港を巡回していることが多いらしいんだ。大変ねえ。第2海上事前集積船隊はバーレーンや、UAE の港を、第3海上事前集積船隊は、沖縄や韓国、タイなどの港を利用しているらしいな。いつも違うところに寄港する可能性もあるわけでしょ？ああ。そもそも、この第2、第3海上事前集積船隊は、派遣地域も常に変わるため、かなり融通の利く船隊でもあるんだな。臨機応変なのは良いけど、乗ってる人たちは大変そうね。まあな。この船隊に集積されている兵器や物資は、主にアメリカ海兵隊の、海兵や基地任務部隊、MAGTF 向けなんだ。一個海上事前集積船隊には、例えば沖縄駐留の海兵隊員、約1万5000人が30日間戦闘を持続できる備蓄されている感じだな。30日間分のポテチって、かなりの量よね。ポテチばかりではないだろうがな、食料や物資だけでなく、重装備として、M1AH 戦車30-58両、155mm、牽引式榴弾砲30両、装甲兵員輸送車109両、装甲型ハンディ、四輪駆動車129両、などのほか、固定翼機やヘリコプターなんかも備蓄されているんだぞ。ポテチだけでもすごいのに、重装備の戦車やヘリコプターまであるなんて。だから、ポテチは忘れろ。ところで、海兵隊や基地任務部隊 MAGTF とは、特定の部隊を指す言葉ではなく、海兵隊の出動事案の規模によって分けられているのを知っていたか？確か、編成人数によって呼び名が変わるのよね。ああ。大規模な軍事紛争に際して派遣される場合に、兵力2万人以上で編成される部隊を MEF、数千人から1万、5千人で編成された場合には MEB、紛争が発生しそうな軍事的な、緊張が高まる地域への派遣や災害救援、人道支援活動などのために、数百人から2000人程度で編成される部隊が MEU と呼ばれているわけだな。これは、社会科のテストで出てきたら、間違いなく全部 UMA って書くわね。それは霊夢だけだろう。これ以外にも、さらに特殊作戦や軍事演習などのために編成される、数百人規模の部隊を、特殊目的や基地任務部隊、SPMAGTF と呼んでいるんだ。すごく細分化されているのね。それだけ、作戦遂行のために抜かりなく動いてくれている証拠だな。でも、なんでこんなにどの部隊も、人数がまちなちなの？それは、通常の伝統的な、陸上部隊組織編成のように、小隊、中隊、大隊、連隊、師団と人数規模単位に応じた部隊呼称とは異なり、あくまで出動対象に応じて、フレキシブルに編成される部隊だからなんだ。臨機応変なわけね。ああ。例えば沖縄駐留海兵隊であれば、MEF として、出動する際は、第3海兵遠征軍規模となり、MEB、ならば第3海兵遠征団司令部規模、そして、MEU であれば、第31海兵遠征隊の規模になるというわけだな。日本らしい編隊の仕方ね。そうだな。話をミゲルキースに戻すが、今回、沖縄や佐世保に派遣されたのは、明らかに C 国を意識したものだと言われているんだぜ。最近 C 国の動向が危ないものね。ああ。強固な軍事演習や、台湾侵攻、南シナ海への海洋進出などの問題が多いからな。それに、尖閣諸島や、南西諸島での有事の際に、前線司令基地兼補給基地が、必要になるというのも理由の一つだな。米C問題も加熱してきてるしね。まあ、ヘリ発着甲板に、耐熱対策がなされているのかは不明だが、F-35B の運用が難しいとしても、MV-22、オスプレイの発着艦は可能だろうから、これから有事が起きた際などに、物資のみならず、兵員輸送などにおい有用なのは間違いないな。この先、C 国の台湾や尖閣諸島への侵攻を止める、重要な抑止力となってほしいわね。そうだな。当初防衛においての、ミゲルキースと海上自衛隊や、陸上自衛隊の水陸機動団との連携を深め、総合運用性向上のための、共同訓練や演習が実施はずだからな。これで、もし C 国が侵攻してくれば、強襲揚陸作戦を展開できるのよ。ああ、国を挙げた強い抑止力が必要になってきているんだぜ。これらのニュースに対して、様々な意見が届いているから、一部紹介していくぜ。お願いね。洋上基地とは頼もしいです。
現状でも日米英をはじめとした自由主義国陣営の軍事力は人民解放軍をはるかに凌駕しているのに、空母の他にも共同使用できるこのような基地が複数あれば最強の抑止力になりますね。即応態勢で合同訓練をすれば、いざという時も向かうところ敵なしではないでしょうか。ハワイ、沖縄、佐世保、岩国の次はどこに向かう？港湾設備がある米軍施設だとよこすか？しばらく日本に配備してほしいな。という意見があるんだぜ。洋上基地を歓迎する声が多いのね。ああ、島国日本は、海からの侵攻が大部分を占めているからな。人民解放軍なんかには、好き勝手させないのよ。そうだな。他にも、対空ミサイルも装備しているこの洋上基地の機構は、シードモの台湾侵攻の抑止力としては強大。日本海でのシートもロシアの演習に対しての圧力にもなる。アメリカ軍はいつでも準備が良いと思う。用意周到と備えあれば憂いなしという言葉が、よく似合う軍隊で実戦経験から、編み出された合理性も世界の先駆を行きますね。さすがはアメリカ、リスペクトですね。米軍って本当にいろんな艦船を持ってるな。今回のは主にどういう用途に使うことを想定しているのだろうか。それにしても大きい。中腹のあたりとかパルテノン神殿みたいで神々しい。というアメリカに対する意見もあるんだ。やっぱりアメリカは強いわね。ああ、軍事大国なだけあるな。アメリカの同盟国でよかったのよ。ほんとだな。他にも、C 国人の知人の意見です。今の C 国軍はジレンマを抱えている。つまり、最先端の技術を身につけている軍の開発者は、当然ながら外国語にも堪能であり知能が高いだけに、C とも政府の身勝手なプロパガンダにも騙されがたい。それは、西側自由主義国の情報にも影響されやすいということでもある。旧ソ連でも同じ傾向があり、水爆の父と呼ばれたサハロフ博士が、後半生ではペレストロイカの父として民主化運動の象徴となったのが良い例。シートも政府は兵器開発者を外国の情報から遮断したいのだけれど、そんなことをすれば逆に最新情報も得られなくなる。皮肉な話だけれど、シー国が本当に世界一の軍事大国になりたいなら完全な自由化しか道がない。というのが友人の意見です。なるほどなと思いました。という C 国身内コメントもあるぜ。まあ、C 国も一枚岩ではないわけね。ああ、C 国の身勝手な政治や軍事政権に、反旗を翻す国民もいる可能性があるわけだな。それなら、まともな国になる可能性があるじゃない。ああ、どうせなら、もっと日本と仲良くして、世界を変えてほしいな。ま、何百年先になるかわからないけどね。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録・高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。